焼酎梅酒日本酒今日は何を飲もう。はい、お疲れ様です。なんかちょっと髪型が変だけど気になるのは俺だけか。まあ、2周年の時久々の、配信ですけども、配信じゃないか、投稿ですけども、今日なんと15年ぶりくらいに、まあ、昔の知人っていうかね、まあ、後輩っていうかが急に来店して、ちょっとびっくりだったんだけども、ちょっとそれについてちょっと話していこうかなと思います。で、何時くらいかな、7時過ぎくらいかな。7時過ぎくらい、ちょっと光が気になるな。で、7時過ぎくらいに、急に来店して、入り口のところに、どっかで見たことあるな。どっかで見たことある、どっかで見たことある、どの会社のお客さんだったっけな、とかって、いろいろの思考が止まった状態で、って思って、ああ、ほにゃらら?みたいな感じで、声が来たら、え、覚えててくれたんですか?みたいな、マジで?みたいな。まあ、なるよね。それ15年ぶりだから、まあ、いや、お客さんじゃないんですよ。お客さんじゃなくて、知人ということで、まあ、知人の後輩ということで、すごいなんか、表現がこういう感じになっちゃうんだけど、もうびっくりして、で、まあ、その後ね、まあ、なんで来たのか、まあ、その後、7時過ぎくらいから、何時くらい、10時くらいまでいたのかな、10時か10時半くらいまで残って、まあ、だらだら喋ってはいたんだけど、まあね、最初は懐かしい話になって、ね、いろいろ昔の話とかしてたんだけど、まあ、後半は重複する話とかも出てきて、あ、なんか飲んでる人の話だな、みたいな感じにはなったんだけどね。で、まあ、なんか、偉くなって、まあ、社長になったんだけど、社長ですよ。まあ、社長ってどのくらいいくら巻いてんのみたいな感じから、まあ、仲いいっていうか、まあ、親しい仲だから、いくらもらってんのみたいな感じで聞いて、まあ、そこから入って、まあ、いろんな話をしてたんだけど、まあ、元気でね、やってて、まあ、なんだろう、前の話とか、昔の話とか、現在進行形の話とか、まあ、家族の話とか、まあ、いろいろして、別れました。まあ、本人曰く、まあ、なんか、なんだろうね、なんか初心に帰りたいみたいなことを言っていたので、今日の一杯は、塩吉。ということで、まあ、八千代での千代吉。まあ、千代吉に始まり、千代吉に帰るって、なんかの動画で私言ったと思うんだけども、そんな感じです。なので、初心といえば、八千代で初心といえば千代吉でしょう。ということで、千代吉を飲んでみようと思います。いや、でもね、びっくりしたね。びっくりして、嬉しくて、まあ、ちょっと話は弾みましたね。本当は一人で来るはずじゃなかったみたいなことを言ってたんだけど、まあ、もう一人でも、まあ、よく一人で頑張って来てくれたよっていうのが、まあ、俺の正直な、ところかなっていうのは、千代吉。はい、あ、うん、やっぱり美味しいね。まあ、そうね、やっぱり、まあ、初心のお酒じゃないですか、まあ、俺にとっては、私にとっては。まあ、なんで初心に戻りたかったのかっていうのは深く聞かなかったけども、まあ、そんな感じですね。初心に帰りたいっていうのと、なんだ、仕事してて社長になって、あれかな、何がしたかったんだろう、この会社で何がしたかったんだろうみたいな感じで悩んで、あ、なんかその言ってたな、確かに。僕は、何をしたいんだろう、何がしたくてこの会社にいるんだろうみたいなところで、そもそも入社した初心気持ちってなんでいるんだろうっていうところ、そういったのを考えていくうちに初心っていうことで、15年ぶりに、まあ、俺に会いに来たっていう感じみたいですね。話の流れ的にはうまいですね、強くし。まあさ、15年も会ってなければいろいろありますよ。まあ、同じ会社で15年も頑張って、ね、よく頑張ってるなっていうんで、聞いてると、ね、本当に、すごいね、社長。社長よ、社長みたいな。社長隠れて、よ、社長みたいな感じです。なんか髪型気に入らないな。
なんかちょっと髪型気になるんですね、ちょっと。なんか宮本浩次、エレカシのみたいな感じになってるけど、違うんだよ。はい。ということで、まあ、今日は、その15年ぶりの、出会いがあって、まあ、月曜日、とはいえ、楽しく。まあ、あとね、今日予約、常連さん予約いただいて、そのお客さんとも、また、まあ、競馬の話とかしたり、楽しく、過ごせた、今日も楽しく過ごせた一日でした。では、そんな一日に塩吉で乾杯。今日もお疲れ様です。また明日飲みに来てね。